月へ逃げ込んだ女たち。秋の夜長の澄んだ空に、東の空いっぱいの上弦の月がかかり、白き羽衣の女たちが天に舞う。かぐわしきそよ風と光の帯となって、この地球に別れを告げて、ふるさとの月へと旅立つ時が来たのです。女たちは誰も探し出せない月の裏側の小さな祠の中にそっと身を隠し、千年も万年も姿を見せることはないでしょう。その胸がときめき、身も心もじっとしていられないほどの人が現れるまでは。